先頭の熱線は関西お笑い界の重鎮大野阪神巨人さん、そして若手漫才師の女と男さんです。さあ、それでは大野阪神巨人さん、女と男さん、愛の浜演技場の皆さんにメッセージをお願いいたします。どうも、アイバームの皆さん、こんばんは。オール阪神です。どうも、こんばんは、ジョニーです。どうも、今年もやってまいりました。はい、毎年ね、もうこの仕事が楽しくて楽しくて、そうですね、もう、踊って楽しくて、はい、ほんでまたお金がもらえるという。あー、いいことですな。まあ、大阪芸人ならではですが、そうだ、今年はですね、はい、いつもはね、はい、翼清という漫才をいてたんですが、いるんですが、ね、残念なことにで、はい、解散しました。やめてしまいましてね、はい、今度はですね、すごいチケットでございます。人気上昇次の、はい、男と女のですアイドル、女と男やな。はい、どうも、はじめまして、若手芸人の女と男です。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。初めての踊り、すごい楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。はい、ね、まだこれ今年もね、すごい楽しいということで、はい、ちょっと待って、皆さん、ちょっと邪魔せんといて、出番中やから、渡辺邪魔せんといてよ。女と男、皆さんこっち向いてください。こっち向いてくださいよ。カメラが向こう向いてこっち向いてくださいよ。お願いします。世の中そんなもんや。そんなもんや。人気があるもんが勝つ。あとは実力だけや。お前らも頑張れ。ありがとうございます。先ほど何気に放送席前横切られましたのは吉本興業の渡辺直美さんでした。ここはあの自由なあの踊り場というか、どん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 お客さんが出てくるからね、びっくりしますね。もうみんな出てきて踊ったれ。それも絵かかりませんね。
してサポート役の優秀役の皆さん踊り込んでまいります。学友会の皆さんが踊り込んでまいります。